Okay. はい、どうも。さ、昨日はねちょっと休みだったけど、さあ今日もねドンキーコング64やっていきたいと思います。今日で14回目。さあそして早速ニコ生が落ちたけども、治ったかな。さあ大丈夫だね。さあじゃあドンキーコング64、14回目ね。さあもうボリュームたっぷりで、ただもうそろそろ、今ステージ6だからもうそろそろね終わりが近いのかなと思うけど、今日も続きをやっていきたいと思います。14回目スタートです。さあ前回はあの氷のとこまで行ったんだよね。ステージ5のあのドラゴン倒して、次のステージ6の氷の面まで行ったから、ようやく 42%。 さあゴールデンバナナもね88個ということで、全部で200個ぐらいあるのかな。なんか100はいきそうだね。でもう20時間やってます。21時間ぐらいねやってます。さあとこれは氷の目は2番からだっけ、2番の近くからってね。ドンキーでもいけるかな。前タイニーのジャンプで行ったと思うけど、ドンキでもいけるのかな。他のキャラでもタイニー以外の、タイニー以外のねキャラでもいけるのかな。これギリギリいけないのかな。落ちちゃう、やっぱ落ちちゃうね。タイニーに変えていった方が無難かな。さあ女の子のタイニーに変えていこう。さあ前回最後なんか散らばってた各キャラ専用のバナナとかバナナコインとか取って、まあ少し残してんだっけかな。取りの時間的にね取り逃したけど、そこで終わってたんだよね。さあ行ってみよう。この辺の氷のね塊のなんとかする方法もちょっとよく分かってないんだけど、これなんだっけ。あれこのディディやったっけか。このディディやってない気がする。ちょっとディディのバレルでやってみよう。これなんだっけ、やったっけか。やってない。上じゃない。あ、ここか。これやってないね。ティリーの楽器ね、エレキで。何が起こるかな。お、ガーバナナを一つ見つけてきたぞティリーと。さすが優秀な、おおむね優秀。相変わらずここもヒントなのかな。なんかこう枠、扉の枠みたいなのあるけど、ヒントなのかな。まあいいや。さあ89個目、早速取ったぞ。これやってなかったもんね。
さあじゃあもう一回ステージ6に前回の続きでね行きましょう。さあ今日ステージ6をステージ6のボスに会えるかな。そこまで行けるかな。ある程度バナナね回収して、バナナとかコインとか回収してから行きたいんで、ざっざっとね回収してから行きたいんだけど、前回こっちの方だったよね確か。残ってたのが楽器と、もっと置くか。あんまり急がないと、ゆっくりしてるとつららっていうか慣れが落ちてきちゃうから、この辺だっけか。前回楽器全部聞いたんだっけか、各キャラ。もう一回聞くか、ちょっと覚えてないからね。楽器全部聞いたんだっけかな。楽器パワーアップするよみたいな、ちょっと忘れちゃったんでね、もう一回聞きながら。ここだよね、ディディのパッドとサウンドパッドね。さあここもまたエレキを鳴らしていく。これ一個だけだから終わった。先に行ってみようか。下にもねサウンドパッドあったから、他のキャラでもここ入れるってことかな。うわ君か、君らか、こっちおいで。もう彼は楽器で、このコンボをな、コンボ君は楽器が一番倒すのはちょっと強いからね。一気に倒れたかな。OK。あ、ここでさらにティリーのパッドが出んの。浮いて、どこに？こっち？どこに行けばいいの？あそこか。なるほど。ここにあったね。え、取れてないけど。さあ、まず、狙いを定めて。ろうそくみたいな食材、食材か。やっぱりあ、まあなんか高いぞここ。うわ、そしてあだちゃんだ。なるほど、全部ろうそくのうん食材につければいいってことか。一回でも着地しちゃうとね、このバレルの効果がなくなっちゃうから。あ、巨宅みたいなのもあるよ。これえらい高いな、天井が高いね。 OK OK。 あとはないのかな。今上まで来たけど、あとなさそうだね。ここで90個目か。お、妖精が出てきた。このよくわからない、どうすればいいのか。今までいっぱい妖精出てきてるけど、でこの本棚の上とかはなんかあるのかな。サイエンス、科学の本って書いてある。なんとかナッツ、 M.ナッツ。うん、まあとりあえずいいのかな。
こっちにもあるんだよね。あ、こっちもディディあるな。ディディ2つあるの。で、タイニーね。こっから登れなかったっけ。ダメか。ディディ2つあるんだ。ないよね。じゃあこっち行こうか。さあまたエレキを弾いてく。さあディディ2つか一気に。おお、しまった、閉じ込められた。うん、何の敵出てきた今。あ、ワニが何匹か。どうすればいい。あ、バレる。これ全部これ乗って要するにこれを倒せばいいのかな。まずいな、これはダメージ、一定時間ダメージ食らっちゃうから。そういうことか。でも急いで行って、そこの裏のバレルで全部倒していけばいいってことだね。この小ワニ、小ワニというかこのワニは一番体力少ないからいいよね。で、じゃあ大きいワニさんはオレンジ爆弾で倒しましょう。前回で HP の最大値を上げてもらったから、さあなかなかこういう対面もシビアになってきてる。なかなか難しくなってきてる。でっかいの1匹だけだよね。側転で倒してそのまま落ちていった方が早そうだね。こっちから行くか。あ、こっちもでかいの2匹か。 OK、 あと1匹。え、なんでした。ん、クリスタルがないのか。それを先に言って、ってことは今いい感じだったね。クリスタルがないから飛べないじゃん。じゃあちょっとクリスタルを補充しながら別キャラでもやっていくか。タイニーのあれもあるし、タイニーもクリスタル使うのかな。ちょっとクリスタルを補充しよう、どっかで。でドンキーのタルコンが回るから、これもそうなのかな。でランキーだけないんだよね。ランキーのトロンボーンだけないんだよね。とりあえずあら、レディ私からのプレゼントは何もないわよと。
とりあえず全キャラでこのチェックしようか。このお店ね、楽器系の何かパワーアップがあるかもしれない。前回ここやった気もするけどちょっと覚えてないから。奥にも家があるけど、あれはフランキーかな、武器の銃とかのねパワーアップ系かな。あらドンキー、私からのプレゼントはもう渡したでしょうと、また後で会いに来てねと。楽器の補充ね、なんかやってるような気もするけど一応念のためキャラによって違うし、ね、でドンキーのバナナ取り逃してたからね。で ZA のハイジャンプで上がっていった方が楽だと。じゃあランキー行くか。クリスタルないな、水中の方がいいかな。さあ、あらランキー、私からのプレゼントはもう渡したでしょうと。同じか、多分この楽器の回数一回セーブとかしてリスタートすると自由に戻っちゃうんだろうね。今パワーアップして20まで持てるようになってるから満タンじゃなくなってるけど10でも。さあ次タイに行くか。どこでクリスタル水中とか探してこないとな。さあ、あらタイに私からのプレゼントはもう渡したでしょうと。同じだね。じゃあ最後チャンキー行こうか。チャンキー、私からのプレゼントをもう渡したでしょうと。やっぱ全員やったか。ここはじゃあついでだからそっちクリスタル取りながら、このクリスタルは全キャラ共通だからね、誰が取っても他のキャラでも使えるから。でディディのバレルか、ここ前回来てないね。タックバレル、ちょっと上にハチがいるな。さあこの音色を奏でていって、上のハチ危ないからね。こっちは弾は、まあ、弾も欲しいけどね。ランキーか。ちょっと歩いてみ、お、チャンキーのバナナ。また荒ぶってるな。でドンキーか。とりあえず一個一個だな。クリスタル探して、弾は各キャラ共通じゃないからね。でこれはタイニーか、タイニーか。ここだけだけやっちゃおうかな。さあタイニー専用のね風船と、あとタイニーの設計図持ってるでしょ多分このタモさんはにね。えいと、やめて、地響きやめて。 OK OK。
外していく。赤い羽根募金外していく。OK。こんなもんか。下降りよう。水中にクリスタル結構あったと思うからね。クリスタルを回収していこう。クリスタルは扉とか出ちゃうとまた復活するから。結構この辺クリスタル多かったと思ったけど、意外にないぞ。あったあった。20個まで持てるからね、各キャラの特殊能力とかね、お助けアイテム使う時のね。できれば満タンにしていきたいな。クリスタル、意外にクリスタルがないぞ。さあどこだ。さあ鍾乳石というかつららを、あの棍棒のね敵が暴れてるから、ここだ。ここいっぱいある。ゆっくり泳ごう。できれば満タンがいいぞ。さあどこないかな、どっかに。でもなんかなさそうだな。あった。ここで貯めればここなるかな。取れてない。 OK。 でここ取り忘れてるな。ここ後で、ここ後でだな。まだこの辺やってないから。一応これ3番ってあれじゃない、 いいとこ出るやつじゃないこれ。あ、やっぱりチャンキーでここ来なきゃいけないんだよね。ここだけ入り口がちっちゃくなって、この方法じゃないと、ワープじゃないと来れないからね。ここまだ確か見てないからね、いろいろチェックしてないから。取ってないバナナがいっぱいあるけど、これもか。とりあえずあっちの奥やって、一個一個ねやっていきましょう。ここはまだ早い。どこから出たっけ、こっちからか。出口が分かんなくなってきた。こっちだっけか、出口。あ、こっちだね。あれ違う。あれ？こっちだ。違うぞ。ちょっと先まで行かないとダメだと。あれ道間違えたか。終わってた、あってた。とか、あっちどうやって行くの。なかったな。まあいいや、順番に行きましょう。こ
ということで、さっきのディディからやろう。さあディディ上だったよね。さあまた扉を開けて、さっきの同じのやりましょう。次はいけるかな。あ、ここじゃない。下か。こっちだね。さあ、こっちだ、こっちだ。さあ、多分、ワニを。最初ね、ワニ4匹倒せばクリアだと思うんだよね、多分。で、ちっちゃめのワニを側転で倒しても、あとは。OK、まあ一発当たったけど、まあいいでしょう。最後はあなたですよ。 OK、 違う。え、何が違う。全部バナナコインとか取ればいいってことかな。どういうこと。謎。さバナナコインとか真ん中と、どうか僕取り忘れてる。ここだけ。え、なんかありそうなんだけどな。楽器も弾けないしな。なんかありそうだけど。真ん中の倒し方かな。まあいいや。ちょっとわかんない。なんかゴールデンバナナ出そうだけど、ちょっとわかんないからいいやじゃん。とりあえずバナナとバナナコインを取ったから。で、こっちはタイニーだっけか。タイニーだね。さあタイニー、またタイニーもクリスタル使う系のなんか仕掛けがあるのかな。さあこっちが開きましたと。こっちはあれか、あのこのワニさん苦手。普通の声聞かないからね。楽器がいいな。楽器できない。うまくあれをオレンジを当てるしかないな。ワンワン跳ね返ってきた。 OK、 ワンワン本当当てなくてもいいのかな。でも全部倒してから行った方が確実だね。こう焦点合わせて、この画面でもちゃんと銃とかこういうの撃てるからいいよね。お、やっぱりこれでまだ出るんだ。で、ちょっといやらしいなこれ。あとはどこ。そっちか。
こで91個目で、そっちも取りたいな。 OK、 さあバッチの隣のディティのとこも婚礼バナナもらえるようなのがあるんだろうけどね、ちょっとわかんないのやり方が。ちょっと大きいか、下にドンキの樽がコンがあったね。さあここで、うん、さあ今度はどんな仕掛けかな。うん、お落とし穴、銃は使えるな、もう銃使っていくしかないな。ココナッツ銃、うわうわうわ、あれが使えないんだね。活気が使えないから全体攻撃で一気に倒しちゃうっていうのができないと。どっか当たってる、何か当たってる、あったか。誘導の赤いココナッツ銃がなくなったんだ。うわちょっと待って、 OK、 今が出てくるな、あと1匹なのに。ここだ、ダメだ、どこだ、3発ずつしか当てられないからね。 OK、 さあこれでやっぱ出るか、ゴールデンバナナ。 OK、 さあこれで92個目。でこの本棚は特に何もないんだよね、上に上がれるだけで、ドンキのバナナとコインがあると。落とし穴に落ちずに行きましょう。あ、取れてない、取れてない、懐かしいね、クルールね。キコング2かな、2で出てきたね、クルール。この武器持ったクルールはスーパードンキーコング2でね出てきたね。まあ詳しくは以前の放送を見てくださいと。だいぶ前にねやったスーパードンキーコング1、2、3連続でやったのがあるんでね、スーパードンキーコング2のラスボスの部分見てもらえば今と同じのが出てくると。であとチャンキーだよね。換気に変わろうか。さあここはどんな仕掛けかな。お、また薄暗い。うん、教えて。このスポットライト、電球の光に当たっちゃダメってことなのかな。よくわかんない、ちょっと脇で観察したいねっていうことなのかな。電球の光に当たっちゃダメ、でも真ん中必ず当たるよね。
動いてる電球の光に当たっちゃダメってこと。いけないの？どういうこと？謎。特にでっかくなるのもないし、ここはいいの。電球に当たっちゃダメなのは分かった。でここになんかフィルムがあるのは分かった。なんか時間とともにあれなんか真ん中消えるタイミングがあるのかな。これで撃って止めるとか。いや端っこで真ん中は絶対当たっちゃうよね。電灯壊せないんだ。でこの丸は何なの。この丸は動いてるってことか。どうすればいいんだろう。謎。山ん中までは行けるんですけど、アンチだよね。なんだあれ消えてんの、ついてんの。上この辺でも消えてるけど下ついてるよね。どういうこと。明かりは上の電灯は明かり消えてんだけど下の方には光が照らされてるし、どうすればいいのこれ。どうすればいいの。今変な音しなかった。ん、消えてる時間が長い気がする。この音がするだけか。どこ打ってもこの音はするんだ。わかんない。これもヒップドロップか。あ、いった。そういうこと。それだけ。せっかくやったら最後でダメだったね。もう一回行こう。無駄に誘導弾使っちゃったな。誘導パイナップル。壁際歩いてればね。壁際は寝返りを打たないけど、壁際歩いてればこの光には発見されない。光とか発見はされないと。なんだこれ。
が邪魔をしている。やばい、あぶい、あぶい。あ、透明になれるってやつか。なるほど、初めてここで透明役に立ったな。そういえば取ったわ必殺技ね、透明になれるってサーチライトアタックか。これは前やったよね。クラップトラップを見つけて全員やっつけろと。 A で発射と。意外にこれはまあ難しくなってるんだろうけど、どんどんだよね。このチャンキーが透明になる技取ったのね。まあいいでしょう。先にさっき見つけたとこ行きましょう。これディディだっけか。チャンキーのコインも忘れずに。なんだっけ、ここやんなかったんだっけ。どこだ、この上か、違う、どこだ、こっちか、違う、こっちか。え、すごい、ここ、あ、登ってくればいいんだ、ランキーで。ここじゃないな、どこだろう。ディディ使うの、ここじゃない。さあ落ちちゃった。ディディのあのファイヤーバレルどこで使うんだろう。さあ2個玉戻ったね。今日も順調に溜まっております。ティディのバレル本当どこで使うんだろう。多分まだここやってないと思うんだよね。危ない危ない、落ちないで落ちないで。この上、うわ、ここにティディのあれがあったんだ、風船。これは分かんない。さっきやったところでしょ。どこだろう、どこに行けばいいんだろう。この滝通れるの。あ、こっちっぽいね。この滝通れるんだ、よかった。こっちどうやって来るのかなと思って、こっち足場が水に入ってからしか行けないけど、この滝があるから足場がね、どうやって。 OK、 ちょっとゴールデンバナナも取っていきたい。 OK、 さあ、メイドでバキューン。
ルドも全員やっつけてゴールにたどり着けと。弾が無限だからね、細かく狙わなくてもいいと。あと5匹か。さあ、あと4匹。あと3匹。さあ、あと2匹。さあ、あと1匹。君か。OK。で、ゴールに入りなさいと。OK。で、まだ、OK、まだ続いてんのね。よかった。で、こっちだよね。フランキーか。で、タイニー。メンバー変えたいんだけど、メンバー変えるとこはないね。タックバレルがないから。あ、でも下落ち、売れれるか。下にタックバレルがあればいいんだけど。さあ、フランキー、この弾薬ベルトを見ろよ、ディディ。おめえらコング全員がたくさんの弾薬を持てるようになるぜと。さあ、たった5コインだったらもらっていこう。どんだけなるの。前で50から100になったけど、こといくつなんだ。150になるのかな。 OK ディディ、今から最大で200ショット多いな。あとは何もねえんだ、悪いなディディと。俺は次のビッグなウェポンを開発するぜと。これ全キャラ共通だから、ここも、じゃあ他のキャラで来なくていいのかな。タイニーでは来たいな。お、何？あ、もうあれがない。クリスタルがない。確かにクリスタルがない。大人でも200までいけるようになった。になってもクリスタルがないからな、また来なきゃないの。で、これランキーか。ランキークリスタルが欲しいな、どっちかって言ったら。いや、ここ後で来よう。ちょっとまたここ来ちゃうと大変だから、ここ後で来よう。一回これ落ちよう。奥から見ていこう。さっきの奥ね、まだ。で、ディディの、あの赤い風船も気づかなかったし。どっから狙える？この上か。どっから？あった。これは気づかない。これは気づかないね。奥からやっていこう。あ、じゃあ最初どうしようかな。ランキーで上の
取っちゃうか。ここどうやって飲むの？あ、これが風船か。はいはい、これで風船なのね。風船弾機ちょこっとだけの間高く飛べますよと。音がね、ちょっと終わった時の音があれだけど、さあここでランキーのトランペットを吹くと、うん、どうなる？明日が開くんだ。なるほど、ちょうどいい、手前からやっていこう。この家系のあれが多いな、仕掛けがね。今回はここなんだ。そしてここかね。2匹いますけど、ここは楽器使えないんだ。そしたらオレンジしかないから、楽器使えなかったらオレンジが確実かな。攻撃力も強いからね。なかなか倒れないし。結構攻撃力のあるチャンキーとかドンキーでも倒せないからね、この打撃で。倒せんのかな。あ、倒せた。結構粘れば倒せんだ。これダメだってこと？オレンジ爆弾を跳ね返されちゃうってことかな。なんかそんな感じだね。見えないよ、影に。影に隠れすぎてる。でも復活してるな。彼らを避けてやりなさいってことかな。無理じゃない。いける、いける。いや無理でしょ。なんかやっぱり早くするやつあるんだろうな、ランキーの。やられそうだ。消せました。なんかランキーのダッシュ覚えなかったっけ？これじゃなくて、なんかダッシュ覚えた気がするけど。あ、分かった。これ上、この上があれか、ダッシュバレルか。で、ダッシュ状態になって、そっちをやればいいってことかな。頼みますよ。くっ、やられてしまった。さあもう一回行こうか。すぐ復活するけど、一回倒した状態で風船のランキーになった方がいいのかな。結構風船になるまで大変だからね。さあクリスタルを回収しとこう。クリスタルと、こ
このオレンジ爆弾と回収しておきましょう。爆弾使って倒した方が早いのかな、このオレンジ爆弾で。結構オレンジ爆弾投げても当たんないんだよね。パッとでこのコンボで跳ね返してくるしな。普通に打撃で一回倒した方がいいのかな。食らってくんないんだよな。打撃ってこの爆弾がね、食らってくれないんだよな。そうなりますよね。おびき寄せるか。そう、今タイミングいいぞ。いけ。ダメ。今でも今浮かんでたけど。それでもダメなんだ。わわわわ。どうしよう。銃で撃つか。グレープ銃で。グレープ銃もそんなに効いてる感じはしないんだよな。グレープ銃で追いやればいいんだ。奥の方に届かないところに。なるほど。なるほど。来るからこれで。待て待て待て。分かったんだけど、銃でね、端っこの方に追いやればいいんだ。うん、さあちょっと処理落ち気味になってるぞゲームが。なんか戻ってないか。反対側だなこれ。こっちだね。うん、さあ上から降ってくるつららをかわしていって、こっちだよね。こちらこちら。さあ、おお。やられながら、やられながらクリスタルをとりあえず回収していくと。で、オレンジ爆弾も回収して。ここに弾がいっぱいあるんだろうね。
これは優しいよね、トンキクリアしたいな、ここ。多分こっから見て奥の方にやった方がいいから。本当であればこっちだよね。それ以上いかないの？嘘、違う、つけた方が早いのかな。何パターンではつけられんだろう。そーっと当ててるけど、100発以上当てたけど、さっき何で倒したんだっけ。強いな。楽器が使えないからね。どうしよう。こっちにじゃやっぱり。でも ここで止まっちゃうんだよね。やっても。遅かった。あ、父の業者さんね、ご苦労さんです。いつもご苦労様です。でもね、今ちょっと忙しいんだ、ごめんね。またもうちょっと時間の時に助けてあげるから、ちょっと OK、 これでさあ来たか。この罠にはクリスタルココナッツが必要だが、キャンセルするには Z を押したままで左、早く、多分動きが早くだよね。そういうことだよね。知ってる知ってる。 OK、ようやく行った。これ難しかったな。上行こうか。罠だっけ、ドンキーだっけ。ドンキーだけか。この弾が反応だね。また弾を使うのかな。あとこっち側なかったっけか。こっちはさっきの弾3割だよね。だけだよね。危な。じゃあドンキに変わって。じゃあ次のもう一個ね、隣の部屋行こうか。奥のとこじゃなくてね。さあじゃあドンキのタルコンガを叩いていく。さあやってみよう。お、高いところにゴールデンバナナがある。スイッチがいっぱいあるな。どういうこと？
これは目が回りそうな、そういうことか。これはあれか、また対戦、対戦だ。バトルアリーナ8。なんか結構飛ばしてる気がする。前2と6とかやってる、135とか4とか3とかやってない気がする。ドンキの前蹴り気をつけないとね、そのまま落ちちゃうことも多そうだから。これはで、よくわかんないこれ、ランキーになってるけど、バナナだ。よくわかんない。これもよくわかんなそう。もう一回やろうか。もう一回やりたいんだけど、この横を押すときってどうすんだ。銃で押すしかないのかな。違うな。横を押すときどうすんだ。謎解き要素が多いね。謎だな。ちょっと
とここで5分休憩取ろうかな、今日ね。じゃあ今9時10分なんで、9時15分までね、一回5分休憩取ります。9時15分ぐらいまでね。ってことで、一旦じゃあ休憩入ります。一応セーブしとこうか。じゃあね、続きをやっていきますよ。さあ、休憩中のテロップは消えたかな？さあ、テロップ消えたね。もう一回やっていこうじゃ。よくわかんないな、ここ。間違いなさそうなんだけど、なんかこの絵柄一つ出してからカウントダウン始まるよね。赤いくか、ディディだ。バナナ
って色ごとに違うってことでしょう。でも同じ色がないんだよな。そういうこと？あ、分かった分かった。2つずつペアになってるからそれを当てていけばいいってことか。なるほど。ちょっと最初にチェックした方がいいね。ここはこんな色ね。で3つしかないから、で緑と茶色か。茶色と緑で、なるほど。はい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 、了解です。からやろうか。はい、緑。紫。で、茶色ね。茶色。じゃ今度、ディディやろうか。赤ね。赤。黄色でランキーか。ここでいいってことかな。なるほど。 OK、 96個、もうすぐ100個。ゴールデンバナナももうすぐ100個だ。さあ、じゃあようやくこれで、まあ、さっきのね、ディディの一個ね、ちょっとわかんないとこあったけど、それ以外はクリアしたから、じゃあ、まあ、いくつなんだ、クリスタル8か。8か。もうちょっと増やしたいな。じゃあ、奥行くか、先に。反対側ね。一番奥行こう。この隣じゃなくて。クリスタルも少ないし。クリスタル8だとワンチャン足りないかもしれない。今の隣のとこ行ってもね。だからクリスタルあんまり使わなそうな、一番奥行こう。この奥だよね。どっちだっけ。こっちか。ここね。で、この上にいるのが誰の、このモヒカンの色でわかるからね。この何、この鎌倉みたいな、っていうかスノードームみたいなね。この上は何なの。うわ、そう、待て、ちょっと待て、ちょっと荒ぶらないで、荒ぶらないで。おっと、あれはと、ランキーか。ランキーの。で、ディディの赤バナナだよね。先にランキー変えちゃうか。これチャンキーのやつだ。チャンキーか。すぐ復活するかな。
結構あのワニってそんな復活しないんだよね。すぐは復活しないか。じゃあ先にこっちの、どこだっけ、このタイニーのバナナも取りたいんだけどね。凍ってるから多分なんか仕掛けがあるんだろうね。浅いね。そこか、そこだ、そこだ。オッケー。あとはここのワープ、ここのワープが確か。じゃないと。OK、パイナップル銃でね。クリスタルも結構満タンまで集まってきた。ここね、タイニーでしか来れなかったんだよね。ちっちゃくならないと来れない場所だから、ワープじゃないと来れないと他キャラは。あとはさっきのチャンキーのワニ復活したかな。タモさんワニこの中入れそうなんで復活してる。 OK、 さあ倒していく、さあ叩いていく。 OK、 設計図もらって、でここはドンキーのあれでしょ。ここはランキーか。で隣の部屋からファイヤーバレルでちゃん、あのディディでも来たいんだけど、とりあえずランキーのコインを取ろう。見にくいとこに配置されてるね。押して早く泳ぐのとね、 B を押してゆっくり動くのと、これを切り替えてね、うまく泳いでいく。さあじゃあもうディディに変えちゃおうか。まあ、クリスタルもあるし足りるでしょ。ここは何もなしか。さあかわしてく。あ、こっちやってないね、ここやってないね。そこやってから行くか。これねファイヤージェットあるけど、ジャンキーでさっきのとこ結構ここは見落としちゃうな、いっぱい。チャンキーのね、メガトンパンチであそこ開くでしょ。あそこ上光ったのにも。たまたまか。はい、開きました。ただ、ドンキーのバナナと、ボス部屋か。小物開いてくれるといいんだけど、開かないんだよな。何色なのあれ、黄色ドンキーか。だけどチャンキーが大きくなれる。そういうこと、大きくなると破壊できるってこと。でもないんだ。あ、なるほどね。この氷が
なんとか溶かせればこの大岩を溶けられるってことか今ので。なるほど、やっぱなんとかして氷を溶かす方法をね見つけないと。まあとりあえずドンキー関係のバナナコインとバナナと風船をやっていって、ボスはまあまだいいでしょう。間違った間違った、よくねこの銃をねやりたい時によく間違える。とりあえずこっちはあといいか。ディディのファイヤージェットで隣の部屋の高いとこにあるディディのバナナとか取っていこう。この辺のクランキーのねラボとかは前回やったから、行くね、こっちだよね。どこだっけ、そっちか。いいぞ。なかなかコントロールが、ここは。OK。そんなもんかな。これじゃん。ちょっとこれやってなかったじゃん。絶対これでしょ。ファイヤーバレルでしょ。一回でいい。前3回ぐらいついたよね。あの水のステージで。カジキ乗って3回ぐらいついたけど、今回は一回でいいのか。なるほど。じゃあディディもあるのかな。あ、ディディもある。いや、なかなかボスまでたどり着かないね。やっぱこの辺から難しくなってくるね。ミニゲームかまた。うおー。そして閉じ込められる。時間制限あり。こう打てばいいのかな。そういうこと？これ多分間に合わないな。あ、ちょっと必ず当たっちゃうんだ。なんというまあでも分かった、状況分かった。クリスタルじゃあ後で取ってもいいのかな。1番2番マックスまで。結構でマックス20個だね。6番と。なるほど。お、そして風船も出てるじゃん。風船難しいよね。
この辺だ。OK。よし。さっきも残り30分だけど、なかなかボスまで行けなかったな。ある程度探索してボスぐらいまで行けるかなと思ったけど、2時間あるからね。前回やってるし、1時間ぐらいこの辺も。そうはいかんざけだったな。ドンキーから行くか。全員分あったっけかな、キャラ。とりあえずドンキーがあったのは見てたから、ドンキーにも変えたけど。さあ、今度はドンキーの謎解き。氷のトゲみたいな。ここに隠してるかのように。とりあえず一周してから行きたいな。なんかバナナがねあるかもしれないから。ないか。氷のトゲね。なるほど。動くのかい。何これ、電流イライラ棒みたいなやめて。これができたら100万円じゃないよ。あ、よかった。でもこれ結構な減るね。結構減るね。で入ったら動くんだ。やめてよ。1個減るね。やだ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 。ちょっとバナナ取らせて。あれ、バナナバナナバナナ。いや、きついでしょこれ。これきついな。HP はスイカ3個以上ならないってなんか言ってたからね。うわー、ここ当たっちゃうよね、そりゃね。当たんの今の。キックでちょっとあれかな、早くやった方がいいのかな。さあ、天竜イライラ棒ならぬ、冷え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 棒。いやー、ちょっと当たるよね、それはね。当たるよね。止まんない、急に止まんないで。これ難しいな。一回入って出ればいいのかな、すぐ。私はうまくやれば。ちょっと待って、ちょっと待ちなさいよ、マジで。いや、難しいな。ちょっと一回作戦立てよ。結構入って、当てたら止まんだ。頭いい。不正は許さないと。そういうことですよね。不正は許しませんで、当たるんか、今の。とりあえず一回、風船見えないくしてんだ。やるな。この辺から風船見えない。あ、風船見える。とりあえずこの風船だけ割らして。ちょっと風船だけ割らして。これやりながら風船は
ちょっと無理やり来たけどダメか。まずここをクリアして、案外動かない方がいいのかな。動かないでこれ二方向の動きだけで変わった方がいいのかな。あ、でもいけた。これ戻るの大変だ。でもね、あとはないよね。 OK、 やれるしかないのかなこれは。まあいいでしょう。で、今ディディとドンキーやったから、あと残ってんのがタイニーとチャンキーとランキー、全部いるんだねここね。じゃあチャンキーからいきますか。トライアングル、さあチャンキーはどんな。もう TNT のワニか。違う、ワニがいない、ウサギだ。ああそこのまだウサギもやってないけど、どういうこと。かわいそうそういうこと。ひたすらひたすらこの火の粉をなんとか銃とかで撃って、この爆弾に近づけないようにしろってことかな。ウサギが縛られてるってことかな。なんと残酷な。どうしたらいいんだろうこれ。素手でもいけるんだ。なるほど。先に言ってほしかった。火だから素手ダメかなと思った。ちょっと待ってね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 。ちょっと皆さんちょっとお待ちください。ちょっと風船だけ先に取らせてほしいんですけど。そうはいきませんでしょうか。さあなんとか3回目の正直でウサギさんを助けたいぞ。この爆弾に、 TNT 爆弾に縛り付けられてるから、近づけさせちゃダメだと。制限時間ずっとあれかな。制限時間の間ずっと守ってれば。いいってことかな ?OK。さあ、ヒューありがとう。チャンキー、僕のことは心配しないでもう大丈夫だよ、と。さあ、で、ウサギがバナナをくれると。で、この爆弾もちょっと気になるんだけど。さあ99個目。さあと1個で念願の100個になるね。100個はゴールじゃなさそうだという、ゴールデンバナナも。じゃああとタイニーとランキーの分もやろうか。なんとなく今日それで終わりかな。うまくいけばそれで終わりだね。時間切れになっちゃうかもしれないけど。タイニー行こうか。じゃあ次は。
第2位はサックス。これも全部こう5人キャラ全部クリアしたらまた出んのかな。あ、なんかでかいのがいる。間違った。またもう一個ぐらい追加でゴールデンバナナ出たりするのかな。なんかでかいの倒れてくれたけど、当たってない。 OK、 復活する前に行きたい。どういうこと。ここは楽器弾けるんだ。で、どういうこと。そういうこと。これやられちゃうよね、またね。ちょうどあれかな、中央にあったバナナがあの足場に乗った状態でハイジャンプしないと届かないとか、そういう話なのかな。とりあえず大きいの倒しちゃうってことだよね、多分ね。で、え、もう取ったんですけど、バナナは何を。何をすればよろしいんでしょうか。バナナは取ったんですけど、よくわかんないな。とりあえずランキーからやろうか。あ、よくわかんないな、今の。あれでクリアじゃないんじゃん。ランキーはトロンボーン。あのタイニーのやつなんだろうな。いや、ほんと謎解きが多いな、このステージは。お久しぶりのビーバー。こんな寒いところにもビーバーがいます。で、怖かった。違うよね。いや、あそこ飛べないでしょ、ハイジャンプで。ここギリギリ、こう、いや無理だろ。していけるわけでもないよね。え、どういうことだろう。あ、敵を倒せばよかっただけ？そういうこと？なるほど。なんかおかしいなと。そして何、そこにあるんですか、風船が。角度が難しいな。
だね。外れてる。外れてるか。といけないよね。さあ風船で少しだけ高く飛べるというか、さあとタイニーだよな。おーっと落ちちゃった。100個目、タイニーだよな。あそこひたすら音楽で攻撃したのでっかいコンボを持ってるやつを3、4体倒せばいいのかな。時間制限内に4、5体かな。3、4体だと多分すぐ行っちゃうからってことなのかな。まあ幸いね、音楽回数、弾ける回数は20回まで増やしてもらったばっかりだから回数にはまだ余裕はあるけど、よくわかんないな、あのタイニーなやつが。そこのね、自分の持ってる楽器のと同じところで吹く分には回数は減らないからね。それ以外のところだと回数は減るけど、まあ攻撃力があるからね。これ一体倒してからだよね、カウントダウン。違うんだ、乗ってからカウントダウンか。踏んでからだ。これ踏めばいいってことなのかな。そういうことか、そういうことか。なるほど、踏めばよかったんだ。よし、これで5キャラ分全部できたね。大からず妖精はちょっとよくわかんないけど、まあいいでしょう。しないとか。じゃああれかな、もう一回クリスタルこの辺で回収して、あっちの反対側の奥のね、今日最初の方でやった部屋の隣のあのディディのファイアデッドじゃないといけないところで、あそこ行きたいけど、クリスタルちょっと回復しときたいな。ちょっとクリスタル使いすぎたな。結構なってる。あれクリスタルでキャラごとに違うんだっけ。クリスタルも今更ながらちょっとわかんなくなってきた。さっきクリスタル結構減ってた気がしたけど、ディディに変えよう。ディディで行くからね。キャラごとに、いや違うの、一緒だろ。クリスタルこのスノードームに入った時に回復したのか。結構クリスタル置いてあったからね。さあじゃあ残り 10分少々だけど、
これね、もう一回行こうか。最後にどこまで行けるか分かんないけど、見ててあったから、ここはファイアジェットじゃないと来れなさそうだったからね。ただランキーのパッドがあるな。ランキーか、あ、ここもランキーだ。いや、その前一回タイにやるか。ランキーやっちゃった。ランキーやるか。ランキー選んじゃった。あ、でもこれ、ここまた、謎解きっぽいな。タイに行こうよ。さっき一回ここ来た時に、タイに入れあるとこあったからね。しかもクリスタルが必要な感じだったから。どうやって来る。でも、うわ、落ちちゃった落ちちゃった。じゃあ今日ここで終わろうか。ちょうどいいんだね、落ちちゃって。またファイヤーバレで来たらね、もう時間なくなっちゃうんでね。まあ残り7分ぐらいなんで、今日はねちょっと早いけど終わりたいと思います。さあ次回はようやくステージ6のボスいけるかな。なんかいけそうな気がする。次はだいぶバナナコインもバナナも取ったしね。ってことで、あとはいつもの告知です。一つは今ニコ生とツイッチとね同時に放送していて、ツイッチの方が少し画質がいいのと滑らかに動くようになってるので、もし綺麗な映像を見たい人はツイッチの方も見てみてください。でツイッチの URL はツイッターのトップにあったので、ツイッターから移動してください。で二つ目はニコ生と YouTube じゃない、ツイッチね、録画も一応残してあります両方ね。で特にツイッチの方はダイジェストっていう名前で全編残してあるので、まあ古いのもね残るようになってるんで、もしね昔の録画とか今回の録画とかも見たい人はね、ツイッチだとアカウントなくても見れるようになってるんで、よければそっちも見てみてください。まあもちろんニコ生のタイムシフトも見れる人はそっちでもいいと思います。であとね、放送のスケジュールは水曜日以外はやる予定になってます。ただ臨時の休みも多いので、その日放送があるかどうか、これもねツイッター見ると分かるようにしてます。で放送がある日は早くてお昼過ぎか、遅くても放送の1時間前にはニコ生で予約をしたっていうようなツイートをツイッターでするので、それがあった日はとほぼほぼ放送があります。ただそれがないとね、水曜日以外でも臨時の休みになっちゃうんで、ツイッターチェックしておいてください。であと最後ね、よければニコ生のコミュニティ参加、あとは、ツイッチのチャンネルフォローもよければお願いします。ということで、ちょっと今日早いけどね、お疲れ様でした。次こそね、ステージ6のボス。ある程度、ざっと見てからね、ボスまで行ければいいなと思ってます。じゃあ、お疲れ様でした。